どこでもいいですよ。はい。なんか、赤ちゃんがちょっと出てもあのね、泣いちゃうのでごめんなさい。はい、そうです。あ、はい。赤ちゃんの話は今そう、ああ、そうですね。行きたいって言ってたもん。今抱っこしてますよ。そうですか。はい。はい。今行きますね。今行きますね。さよなら。よし、ゴリタちゃん。お洋服着てからなんですけど、ちょっと赤ちゃん抱っこしてねんねしてます。あー、今お洋服着るんです。はい、さようなら。はい、何があるやん。あれ、もうちょっとか。何がもうちょっとやねん。すいません。あの、今はかぶんぶんになってないで待ってください。はい。いやいや、そこお洋服出てるやん。そこそこ。はっ、頑張れ頑張れ、ほら、リッタちゃん。頑張れ頑張れ、ほら、間に合うぞ、リッタ。ねえ、やって。え？ズンボ大丈夫、自分でやってみ。できるできる、ほら。あ、アイに入れてごらん。止めてあげるから、お父さん。お、お、お、頑張れ頑張れ。いいぞいいぞ。ねえ、やった。いいよいいよ。やってあげような。ちょっと待って。お母さんですね。まあ、素晴らしいこと。リタ、何探してんの？あ、そうですか。すごい、素晴らしい、素晴らしい。リタちゃんの靴履いて、お姫様の靴ですね。違いますよ。あら、シンデレラのような靴ですよ。違いますよ。そうですか。はい。これはどの
なたの靴ですか？そんな喧嘩になってた、うん、赤ちゃん連れてったよ。赤ちゃん連れてきた、うん、赤ちゃんはお嬢さんですか、お坊ちゃまですか、どちらですか？お嬢さんです。お嬢さん、名前なんて言うんですか？はい、はい、あやみちゃんっていうの。あやみちゃんっていうの、はい、あら、かわいい名前ですね、はい、誰がつけたんですか？北斗に先生が名前つけたんです、うん、そうですか、はい、じゃあリタママがつけたわけじゃないんですね、はい、そうですか。じゃあお父さんとお母さんに行ってまいります。赤ちゃん抱っこして行ってまいります。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあどこ行きましょうかね、お母さん、お用事してね。私で出たじゃダメよって。じゃあ、うん、お寿司行きましょう。お寿司好きですね、リタちゃんはね。はい。リタお母さんは何のお寿司を食べたいんですか？この子、うん、この子、うん、お寿司が大好きなんです。うん、そうですか。はい、うん。ちょっとここだけ髪の毛切りましょうかね。ここちょこっとなんか出てきたね。大丈夫です、うん、お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと中へ入りましょうか。ハサミがないと困りますので、はい、